今日はラスベガス合宿第3日目リオセコゴルフクラブに来てます。今日はスロープレーティング134ハンディキャップ13ということになってますので今日も頑張ってください。はい、頑張ります。今日はアンダーパーを出して、そうですね、最終日なんでということでよろしくお願いします。お願いします。14番ホールパー5、やや左に緩やかに曲がってるホールです。ティーショットいきます。ナイスショー、まっすぐ。ダウンドービーというダウンドービー、このホール負けると試合終了です。右に出て問題ないでしょう。竹内さんの1打目はここに来てます。ロングホール、ここからセカンドショットです。いい当たりだけどこれは右すぎるね。砂漠かカートパスか行ってみましょう。モイカプロセカンドショット、グリーンには乗らないとのことで刻みます。ナイスショットです。ナイスです。竹内さん、ロングホールの2打目大きく右に曲げてこの砂漠の中に入ってしまいペナルティを払ってここにドロップです。いいショットですが時すでに遅しダメだ。モイカプロロングホールセカンドショットここまで飛ばしてます。残り何ヤードですか？50です。残り50です。グリーン奥6メートルぐらいでしょうか。3-4です。竹内さんはここから6打目です。 OB を打ってますんで2ペナで6打目になります。残念、終わりました。 1.5 メートルオーバーです。ちなみにモエカプロは7メーター8メーターぐらいのパット、これバーディーパットです。竹内さんこれ入れて7です。モエカプロバーディーパットです。ナイスです。 OK パーです。終わった試合終了です。ギブアップです。竹内さんギブアップです。ギブアップじゃなくて試合終了。試合終了、いやこのホールギブアップで試合終了なんだっけ、4ホール残して5ダウン、5ダウンだから何、5&4 5&4 でした。ありがとうございます。それではですね、リンゴルフ竹内、5&4 で負けてしまいましたので残り4ホールは、私の代打で、ラスベガス大全のミスターベガス薬師さんに、対抗マッチをやってもらいたいと思います。ハンデは EV1 です。よろしく頑張ってください。はい、15番、パー4、ちょい右ドッグ。うん、ちょっとフェードかかりすぎ、大丈夫？いや、大丈夫じゃない。あー、上で跳ねたけど大丈夫、なんか大丈夫っぽかったけど、落ちても普通の浅いバンカーだから、ミスターベガスティーショットです。つま先上がりだね、ここ。ありゃーとか言っております。バンカー、あー、気に当たった。バンカーだね。なんか気に当たった。行ってみます。多分入んないですこれ。モエカ選手ラフ最低潜ってます。180で7番ウッドで、7番ウッド、ちょっと右、ミスターベガスいきなりロストボールでした4打目先っぽ
まあまあミスターベガス5打目です。これ寄せないと望みなし。あ、トップしてもうギブアップです。ほとんど望みありません。撮影禁止だね。モイカ選手3打目です。バンク搬入からです。おーナイスアウト、失礼。おーナイスショー、近い近い。ミスターベガスこれ入れるしかありません。全然曲がりを全然曲がりを教えてもらったら読んでいません。距離は足りてた。さあモイカ選手パーパット、ミスターベガス砕け散りました。あー見てよ。オッケー、はい、モイカ選手ボギーでした。16番のパー3にやってきました。ちょっと池絡みのパー3です。寄せ子は、豪邸が立ち並ぶことで有名なコースです。とんでもない岩がたくさんあります。この家は、まあ、15ミリオンぐらいするんじゃないかという家です。16番パー3、180ヤード、モイカ選手ティーショットです。5ユーティリティ、フェードで攻めます。うん、ちょっと右に出ましたが、右の方がいいと思う。ちょっと大きい、あ、バンカー入ったかな、奥の。追い風？うん。さあ、私は3番ユーティリティ。1ストロークをもらっているミスターベガスは、最初のホールはいいとこなしでしたが、ここはなんとしても勝ちたいところです。低いボールで行きましたが、届かずでした。ということで、もう一回ここからです。とんでもない右の方向に出ていきました。あ、右の端のバンカーに入りました。ミスターベガス第4打目になります。これを入れないとちょっと望みありません。バンカーからちょっとシャンク気味で次のバンカーに入れて、これはもう望み全くありません。次のホールは3ホール目にしてドーミーになりそうです。モイカ選手ちょっとオーバーしてしまいました。2打目です。約1メートル50センチに寄りました。さあモイカ選手パーパットです。下りのフックライン、おー、ナイスセーブ、ナイスパー、ナイスサンディー。ありがとうございます。17番パー5に来ました。このパー5の周りも豪邸だらけです。皆さん見てください、すごい家が立ち並んでいます。グリーン手前100ヤードぐらいのところに大きな川みたいな水出し川があります。はい、ミスターベガスいいとこなしの最初の2ホールでした。ちょっと意地を見せてほしいところ、すでにドーミーホールです。オーナーショー、ナイス、フェアウェイ右から真ん中にドロー、ナイスドローがかかってナイスショットでした。ここはぜひちょっとミスターベガスの意地を見たいところです。お、ナイスショットです。ど真ん中、パー5ですが、100ヤード手前に、水なしの、砂漠の川が流れてます。レイアップ
ユーティリティ。ちょっと右に出ましたが、問題ないようです。右奥のバンカーかな。バンカーがあるの。ちょっと行ってみなきゃ分かりませんが、トラブルかもしれません。パー5第2打です。萌花選手は距離的には、水無川を越えることはできますが、130刻みだって、勝負的に、挑戦する理由がないので刻むそうです。何ヤード刻むの。130。うん、ナイスレイアップ。ミスターベガス17番第3弾目です。バンカーがグランドアンダーリペアだったため救われて出せました。 無罰で出してます。120ヤード。ちょっと右ですが、グリーンには乗りました。これのちょっとこぼれてますがパターでは打てそうです。萌花選手115ヤード。クラブは9番。勝負的には寄せてバーディーと取りたいところです。おお、ピンに向かってまっすぐ飛んでます。ナイスショットですがちょっとオーバーです。勝負は、グリーンに持ち越されました。両名ともバーディーの可能性は非常に少ないと思います。ミスターベガスは1打ハンデをもらっているのでここで2パットで入れればこのホールを取ることができ、次のホールに勝負を持ち越すことができます。真剣な表情でグリーンを読んでるミスターベガスです。さあ果たして2パットでまとめることができるか。イーブンドーミーなので3パットすると負けてしまいます。あんなにいっちゃう。微妙な距離が残っております。萌花選手は入れ勝ちです。約11-12メートル、下りのスライスです。ちょっと弱いか。あ、スライスじゃなくてフックだった。あ、最後スライス。あー、もっと、おほほほほ、それは OK？ これ OK だよね、しょうがないよね。OK です。渋々 OK を出しましたミスターベガス。これを入れないと負けてしまいます。 XY is good No shot。 おー、来た。ナイスパー。素晴らしい。次のホールに持ちます。最終18番、長いパー4、420ヤードぐらいのかな。長いパー4です。ちょっと左目でフェードがかからずですが、フェアウェイ左に乗っているのではないかと思われます。さあミサベガス、イーブンドーミーで、イーブンでは負けなのでマストパーです。とんでもないショットで右に出てしまって、暫定球お願いします。ミスターベガス暫定球は打たずに、この中入れちゃいました。この中に入ってしまってるので全身4打ルールを使ってこれが4打目になります。お、これはちょっと右ですがナイスショットです。次で入れればまだ可能性があります。萌花選手万入でした。ピンまで180ヤード。ちょっと上ってます。またアゲンストなので200ヤードを打たないと乗せることはできそうもありません。さあパーでしのげるか。まっすぐ飛んでいってます。低い球、風に負けない低い球で飛んで、ナイスオンしました。ナイスオン、素晴らしい。はい、ミスターベガス、第5打目となります。これを入れて
モエカプロの3パットを期待したいと思います。お、ナイスですが入りませんでした。あれを入れて6なのでほとんど勝負が終わりました。さあ最終18番のグリーンです。モエカ選手バーディーパット、かなりスライスします。おー、打ってきました。パチッと打ってきましたがちょっとオーバーです。ではありませんでした。距離は良かったです。ギブアップ、オールマッチ終わりました。じゃあ最後モエカ選手 OK だけで入れてください。はい、ナイスパー。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はラスベガスゴルフ合宿ラスベガス大勢さんとコラボでいろいろとゴルフ場の選択およびお世話をしていただきました。また最後のホールはミスターベガスに出演していただき簡単にボイカプロに叩きのめされましたが楽しい時を過ごせてよかったと思います。ということでミスターベガス一言。今回はモエプロのキャディということで参加したんですけれども、残り4ホールでいきなりゴルファーとして参加して、やっぱりプレーよりもキャディの方が私には向いていることが分かりました。では、はい、皆さんお疲れ様です。3日間アンダー出せなかったんですけど、素晴らしいコースで3日間ラウンドできてよかったです。ということで今回はラスベガス、特集でお送りしました。ラスベガス関連の情報はラスベガス大全ドットコムだっけ、ラスベガス大全ドットコムに来て、ラスベガスにいらっしゃる方は全てが、説明されてますので、ラスベガス大全をご覧ください。あとゴルフ好きな人はリンゴルフをよろしくお願いします。リンゴルフの会長竹内さんでした。というかその辺はいいんですけど、それはいいんだけど、ラスベガスでゴルフしたい方は、ラスベガス大全に、メールを入れていただければ、いろいろとアレンジしてもらえると思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。